これより八戸市美術館の説明を行わせていただきます。今回はこの3社によって応募を行っており、私は建築計画に関わった後、開館後は美術館館長として運営に携わっております。八戸市美術館は人や物が出会い、学び合い、それによって生まれる物やことがさらに新たな創造を育む地域に根ざした新しい形の美術館です。八戸では八戸三社大祭、朝市、横丁といった特異で豊かな文化資源を背景に、アートが持つ力で市民一人一人が街づくりの主役として活躍するアートの街づくりを推進してきました。その中で中心市街地における公共文化拠点の整備とともにアートプロジェクトを展開しており、そこでは絵画や彫刻といったものだけでなく、関係性や参加といったこととしてのアートへの変化が見られていました。それらを結ぶように八戸市は新しい形の美術館を構想しました。その実現のために建築家チームがデザインした美術館は、ジャイアントルームと個室群という2つの異なる空間を横並びに配置したものでした。ジャイアントルームは様々な活動が同時に同じ場を共有することができる巨大な1つの空間です。カーテンや可動の家具によって活動に合わせたレイアウトを作り出すことができ、常に変化する空間となっています。大空間での活動を可能にするために、空調だけでなく吸音による音環境に対するデザインも行うことで居心地の良い場を作り出しています。一方の個室群はアートの変化を受けて活動を専門的な視点で深めていくことができる、様々な機能に特化した部屋の集まりです。展示に特化したホワイトキューブや、パフォーマンスやレクチャーに特化したスタジオ、市民が展示を行うギャラリー、映像展示に特化したブラックキューブなど、色、音環境、照明などをそれぞれの機能に合わせて厳密に設定しています。各個室群はジャイアントルームに直接面している一方で、裏側でも全てつながっており、活動に合わせて様々なルートや組み合わせを設定することが可能となっています。こうして2つの空間は相互に補い合い、はみ出し合いながら様々に組み合わさって使われていきます。開館後の運営では、物としてのアートに触れられる展覧会と、こととしてのアートによるプロジェクトの2つを軸に事業を展開しています。人と物が出会う展覧会には個室群が使われています。物を介して人と人が出会い、様々な対話が行われています。また、現代のアートにおいては、音や映像が使われたり、見るだけでなく物を作ったり、活動に合わせて利用される個室群が選ばれています。一方のジャイアントルームは日常的な市民の居場所となっています。飲食ができたり、Wi-Fi が使えたり、室内の広場として使われています。また、さまざまなプロジェクトを展開する場としてジャイアントルームが使われています。家具を動かすことで広い場所を確保することも、カーテンで小さく区切ることもできます。その結果、パフォーマンスからのノルディックウォークまで、市民やアーティストたちによって新たな使われ方が次々に生み出されており、この巨大な空間は自由な活動を包み込む包容力を持つものとなっています。こうして専門的な活動に応える個室群と、自由な活動を生み出すジャイアントルームが組み合わさることで、様々な人と物とことの関係を作り出すアートの場ができました。これからも市民やアーティストたちの創造力とともに、次々に新しい使い方にチャレンジしていこうと考えています。そしてその活動は広場にまで広がり、さらに街へと広がっていきます。このようにアートの変化に対応したプログラム、その活動を実現させる建築デザイン、それを徹底的に使いこなす運営が一貫した考え方の下でデザインされることによって、八戸という地域に根ざした新しい形の美術館を生み出しています。説明は以上となります。ありがとうございました。